ちょ、コーラ洗車してんだよな、早いところ。ちょっと新聞借りるよ。は？あ、違う、家の中じゃないから、今日車の中でやるやつだから。あ、車壊すとかそういうやつじゃないんです。絶対にそういうことには一切なりません。絶対に命をかけて壊しません、車は。だって車壊したら俺がやばいじゃん。明日母の日だから、あの、明日母の日だからおとなしく寝とけ。いや、そうだよ、明日母の日だからおとなしく寝とけ。マジで何にもやってあげられないけど。伊達店のシールが邪魔だよ、マジで。まあいいや、これだけ、こんだけこうやっときゃいいや、十分や。外せや、そんなシールひどっ。まず、これはフローなんで、後で、まずこれ、こちらからいきます。家族に嫌われてるんか、相変わらず。そうだよ、嫌われてるよ。お前何しとん。いや、だから車内マニパニアーブロ、車内マニパニアーブロです。腕につく。いや、だからだよ。あ、ちょっと待って、服変えてくるよ、これ。いや、どっちか迷ったけどね、コーラ選手でもよかったんですけどね。うん、白だからすごいことになるからね。それとも、あの、車内マニパニ選手でもよかったんですけどね。あの、マニパニ選手ってどういうことかっていうと、あの、まあ、例えばこれマニパニの紫変わるじゃないですか。全部の、あの、塗装が変わるんです、色が。で、その塗装が変わった状態でちょっとコンビニまで行ってみるっていう。やべえかな。やべえかな。どうなる。マニパニっていうのは髪を染めるためのえげつない色の染めるやつだよ。でしょ。それをさ、あの、車の BB にさ、マニパニをさ、全部車の BB にこうやってブワーつけていったらどうなる。全部こうやってつける。4つぐらい買って。でも、あの、後で洗い流してにしても、あの、すごい、それだけではめちゃくちゃいいから、もう一個ここに TikTok に置いて、で、これ TikTok でこうやって、それこそスプラー、あ、確かにスプラーのあのあれでピューンってやって面白いけどね、うん、で、その前にちょっと、あのね、あの、自分もちょっとその色にしたいんで、うん、自分自身も、うん、まあ、スプラーのあれあるしね、これ。あれ、何しようとしてたっけ、あれ。あ、そうか、来た。もうペンキでいいんじゃない。いや、ペンキって取れんの取れんの、ペンキって。でも、まあ、取れない。やべえやんけ、取れないなら。でも、マニパニも取れなさそうだけどね。マニパニも取れんだろう。
あ、取れる？誰がお前全身マニパニやねん。電気安い。マジ。よし。あ、よし。やりますか。やりますか、やりますか。まず紙から。マニパニは皮膚炎になるよ。病院行き。いやいや、誰がお前顔面にマニパニをやるなんか一言も言ってないけど。マスク汚れるぞ。そうだ。何色か、あのね、何色って書いてある、あの人、あの君のサムネの色です。君のサムネの色です。ブス、うるせえ。顎は見るな、マジで。車内やんか。まあ車内だよね、普通に。うぜえ。マジでぶったよ。だから今痩せ、ダイエットしてるじゃないですか、今。めっちゃダイエットしてますけど、今。マジ、ジュースとかマジ一切飲まんくなった、マジ。あ、ミニピアスは直下じゃないっす。ちょっと待って、一回。ふぅ、ああ。最近松本ちょっと色気づいてきたから、ちょっとやだな、この顔は。うるせえ。は、キモ、うるせえ。やべえ。やべえ、これ。あ、やっべ、これ。どうした？いや、もうパウダーのあの粉が舞いまくって、やべえ、マジやべえ。まだ開けてない。やっば、これやべえわ。ちょっと見たら練炭自殺。はい、じゃあ行きます。あーめっちゃ痛い、これ。だブリーチ痛くてやなんだよね、マジで。手でやる。あー痛てー、これ。うわ、超痛え、これ。あ、痛え、痛え。ああ、痛え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 。痛え、これ。痛え、これ、めっちゃ痛え、これ。あく。ああ。超痛え。マジで痛え。これ、やべ。いや、ちげんだよ。俺がブリーチやりすぎてるから。血圧が上がるぞ、俺、これ。
ね、ちょっと毛先だけ塗るか、マジで。あやべ、あやべ、クレヨンこぼれた。毛先だけにしとくか、マジで。根元になると意味がない、痛いんだってマジで。あー痛え、めっちゃ痛え。太った？だって俺95キロもあるよ。太ったでしょ普通に。ここ2年で20キロ増えた。20キロ増えてるらしい。病院行って2年前がちょうど70何キロとかだったから。あ、3年だったっけな、3年で増えた、3年で20キロか、3年で20キロ。今95キロです、体重。やべえ、超痛えよこれ、うん、バカかよこれ、痛え。まあそうこうしてるうちにちょっとこれ、まあこれで全部使ったんですけど、まあちょっと次、あ痛え、これめっちゃ痛え。痛え、もみあげ、顔悪くないでしょ。よし、これまず溜めて。お風呂の栓はしましたか？してないよ。明日は。それでお湯使うともう、うん、お風呂入れんなんだわ私夜。あ、だからそれは後で直しとくけん。だけどね、風呂自動さんてよ。だけど後で直しとくけん。お湯が空っぽになって夜お風呂入れんだ。じゃあ自動じゃない方だったらいい。そうなの。あ、じゃあ自動じ、なんで今自動にする必要性があるの。見てんのこれ、うん、これないよ、ちょっとちょっとあれあれ、サランラップ出して、サランラップ、頭巻いて一回、ちょっと玉出して巻いて。いやいや、ちょっとサランラップで巻いて頭。あ、いや臭いだろそりゃ。巻いて。ああ、なんかラップが変なことになって濡れてる。ああ、ラップが変なことになって濡れてる。なんでだ。濡れてもいいっつうの別に。べっちゃんな、なんでこれべっちゃんなんだ。ちょっと早くして、巻いて。なんでこれがべっちゃんなんだ。やだ、なんでだか、なんで。なんか、多分この下が濡れてる。巻いて、頭に。どうやって。
いや、分かったけん。べっちゃん、やっちゃ、べっちゃになってるよ、こら、うん、なんでこんなべっちゃになった。何がラップの。だそれも捕まえやつじゃないか、いいじゃん、別に。いや、使うんだって。いや、首こんなもん取らんと。どれ？いや、首にさっき、なんかかけてるの。うん、待って、ちょっと持っとってこれ。挟みがないと全然ダメだ。どれ？あ、どこ？持っとっけ。これ。どれ？これ。ああ。いや、どうせつけられたらこっち。うん、顔もやるの？顔関係ねえわよ。早くしてよ。行けよ。痛いか。あ、痛い、マジこれ。なんで？いや、もうちょっとぐるぐる巻きにさんと意味ないんだって、それじゃ。痛い。だ、もうちょっとぐるぐる巻きにしてよ。そんなぐるぐるするって。だけんじ、だけん圧迫させると意味ないんだって。なんで？なんで？普通のこれ毛染めじゃないよ。毛染めだけども圧迫させるとならないんだって、ブリーチは。なんで？こんなことばっかりしたら本当に頭に髪の毛が一本もなくなる波平さんになるよ。何や波平さんって。サザエさんのお父さん。波平さんになるよマジで。ならんわよ。え、なるって。バカだね、自分の体こんなに壊してボロボロになってまで配信して何のいいことがあるかわからんわ。もっと自分を大切にした方がいいと思う。いや、それはデブ路線はね。いや、本当にこんなことばっかり。あ？うん。すばちゃんです。さあ、なその髪の毛。なんで？お父さん落としたら何だって。いや、どうかしかったもん今。いや、だって今アンコウみたいになってたもん今。何？配信出してるダメだって、うん、確かにおかしいもんね。おかしいわね、うん、なんかおかしくなってる、うん、ちょっとなんかだなんだよ、背が高くて届かんてんじゃない。なんでそんなにいっぱいやらないんだよ。いや、だけどそれ圧迫させんといけんけんだわよ。そんなことないよね。いや、そんなことあるって。それでプラスドライヤーやらんといけないんだよ。圧迫なんかさせて、うん、もういいんじゃない。これ大概これで十分だし。じゃあそれで切って、それで止めて。これでいいんじゃない。いや、止めてよ。止めるとどういうこと。いや、だけどこれが取れんように。取れてないからね。これでいいんじゃないの、うん、目がちょっとで、うん、で、ドライヤーで、ちょっと待って、でドライヤー、でもみんなあんたがなんか雑巾に使ってしまったけん。でってなんだよ。捨ててしまった。何かこれでも捨ててしまってもいいようなの、首に巻く、うん。いや、頭に巻かんといけん。圧迫させ違う違う圧迫させんといけんけんだっつ。首に巻いてよ。あ、頭巻いてよ。あ、待って。でも首も巻かんと、うん、前足がないと T シャツがまた色がつくんだって。あ、なんだこれ。アクが乗ってるけど。あ、風呂にアクが乗ってるけど、なんで。アク、うん、ちょっと取ってくる。いやいや、首に巻いてつらんわよ。わーん、じゃないな。あれ、どこやったっけ。あれ、俺どこやったっけ。あ、俺か。あった。あ
マニパニ戦車マジでしたいね。めちゃしてん、マニパニ戦車。あ、何それ。いやそれはいい件。何それ、もうなんかお風呂で変なこと。いや先件、また仕事が増えてきて。いやそういうこと、そういう今回そういうことじゃないですマジで。いや、はい、それ変なことじゃないです一切。だってあんた変なことしたせんじゃん、うん、今までだって自分でしかないんだけど。巻いてよ、人の方がいいんだって別に。巻けないよ、背が高い。いいんだけど背が高いって、それ背高くねえやろうな、うん、いや、これじゃ顔が見えんがや、マジで。しゃがんで、もったいない、アイドンドのアイドンを夕方お風呂がお湯使われると、いざ入ろうと思ってか、お湯が湯になって、もう真っ赤で出ないんだわ。この間もからしてんのって、ずっとお湯が溜まるまで飲んでることかと思ってる。マジ？なくなるんだって、お湯が。飲んじゃうので。あ、いいわ。これであの、ドライヤーしてる上から。上からドライヤー。あ、いってドライヤーしてもらって、これで。あ、これぐらいでいいかも。ちょっとドライヤーをかけていただいて、いいっすかね。本当になくなって、もう後悔しても、もう早くない。いやだから俺その時は別にスキンヘッドもするから全然いいんだよ。スキンにするから、それはそれで。いやマジで僕はスキンにするんで、ハゲたら、うん、親父とは違うんで、うん。え、困って、これ意味ある、これ。でデカビッグコーンだよ。あ、マジで好きにするよ。これ意味ある？ないよなこれ。タオルいらんかったわ。タオルいらん、うん、これでいいじゃん。あー、かゆい、超かゆい。じゃ続きまして、待って、燃やしとくか。よいしょ。お気に倒れなかった。マジかよ。いや、まだセット完了じゃない。だから俺、お風呂配信者になってきたんだけど。マジ。お風呂配信者だ、俺。そのピノキオの、あ、それ最高だ。これどうやって開けんのこれマジで。これどうやって開けりゃいいよこれ。あ、わ、これ超いい匂いする。すげえ、すげえわこれ。えぐいわこれ。超いい匂いするんだけど。そう、食べながら。いや違います、うん、すげえよ。
じゃあまだ、お、待って。よし。あと5個ある。合ってるの？うん。それでシャワーを当てて、まだあるんで。全部入れていくんで。うん。ここもあったっけ？あ、でも確かに水量多かったかもね。うん。あ、俺伝次郎先生だよ。何粉は。いや、これはあれです。あ、いいね、いいね、いいね。ちょっと待って、シャワー出てみたらどうなる。よいわよ、これ。弱いんだけど、これシャワーが。蛇口からってどういうこと？ああ、なるほどなるほど。あ、ほんまや。下から混ぜる。すごいなこれ。で、これでこれどうやって泡立たさせるの、他に。これ以上にバター足。いや、全く意味がわからん。全く意味がわからんけど、泡立て器。ああ、なるほどね。バター足ってなんだっけ。ごめん。なんでバター足って。泡立て器ってどれやねん。変なことしてないよ。ちょっと泡立て器ってどこにあるの。泡立て器。何が。え、足バタバタって、すいません、どういうことっすか。誰か教えてください。どういうこと。足バタバタって何。浴槽の縁に座る。浴槽の縁に座る。どう、あ、これで、これで、で、どうするの。あ、そういうことか。ああ、そういうことか。意味わかった。泡が消えるで、お前。マジで。いや。いや、リフティング関係ねえよや。ちょっと泡立て器貸してよ、泡立て器。めちゃめちゃの足で見えちゃうんだけど。
あちょっと泡立て器だけちょっと貸して。泡立て器貸して。ちょっと貸して。泡立て器あ大丈夫、これ風呂のお湯だから全然綺麗だから。なんで下が濡れてるんだって。昨日も掃除した後にこれでいっぱい掃除してもらったよ。洗面器で混ぜて。何洗面器って。もうなんか本当に勘弁してほしい。洗面器って何。洗面器が分からない。だから洗あ、ありがとうございます。洗面器ってどれなの。知らんから洗面器でしょ。これなんでそれ洗剤でしょ。洗面器だよ。いや分からんわよ。洗面器どれやねん。気が分からんね。はあ、洗面器が分からん。丸いやつ。あ、これいや全く意味が分からんけど、これで何が起きるよ。いや、これで何が起きるの。あ、そういうことか。普通に風呂の蛇口が一番。蛇口ってシャワー。あ、もう結局シャワーかよ。誰それ。結局シャワーかよ。わあ、すげえ。お湯減らしたらいいの。どの辺が俺の正面だよ。わけわからん。まあいいや、こんな。オッケー。とりあえずできました。いや、車内はマニパイだから、あくまでも。ちょっと、もうこれ金髪いいんかな。もう髪いいのこれ。あと何分ぐらい。あと何分ぐらいやんこれ。ちょ、上から羽織ってるんだけど、うぜ。早すぎる。もうびっちゃびちゃだろうかかれんかな。でもそれはすいません。天気が良くないのにびっちゃびちゃだ。それはすいません。それはすいません、マジで。足をマットで拭くっていう、気持ちはないんだね、全く。いや、だからそれはするから。してないんですよ、もう。まだかかるのこれ。てか、めっちゃいい匂いするでしょ。臭い。いや、臭いわけないじゃん。めちゃめちゃいい匂いだろ。リンゴの。なんていう色だ。何が。なんか金髪の、金髪ね、すごい金になってる。しかもまだらの金に。嘘、うん、なんで、もっと自分を大切にしたら。なってなく。あんた生きとるんだけん。は
ぬいぐるみじゃないんだよ、ちゃんと生きてる人間だよ、大事にさんと。いや、生きてる人間だよってか別に分かってますから。分かってやっとる。別にこんなんで、別にこんなんで別に体を汚さないからね、別に。なんか汚すことある？ないよ。なんだね、髪がもう生えないようになるわね。頭皮が完璧にもうダメになって、髪の頭皮、髪は生えてくるよ、伸びるよ。でもだんだん頭皮がもうこう目が詰まって、頭皮の穴にこうなんかいっぱいいろんなものが入って、薬とかが。でもそこから毛が生えてこないようになるわね、だんだん。うるせえな、マジで。ちょっと嫌じゃない？あ？だけ坊主にしてスキンヘッドになるのと、もう生えてこらんでない。いや、いいよ、別にスキンで。でもあんたがその顔でスキンだったらちょっと怖いと思うよ。ヤクザみたいだと思うよ。いや、それはない。いや、あるって。うるせえ、マジで。まあ、もう色大丈夫ですかね、皆さん。これ色大丈夫？何照明じゃねえよ、見えない。その体でスキンだったらスキンヘッドだったらちんと人が怖がるよね。まだ、いや大丈夫でしょ、普通に。怖がると思うよ、人は。んで？なんか違う世界の人だと絶対思うって。思わねえよ。ちょっとドライヤー当ててくれない？熱いドライヤー。で自分で当てる？あ、あれ当ててよ。あ、なんかあの、昨日掃除使ってた。あれ、やけどするよ。あ？やけどするよ。でもラップだってチチチチって全部溶けてしまうよ、100度あるみたいな。あ、そうなの。じゃあやべえわ。あ、それはやだ。いや、スチーマーや、あ、じゃあそうなの。じゃあやめとく。さすがにそれやめます。あ、100度あるよ。考えることはおかしいだろ。全然色変わってないよ、これ。色が全然変わってねえんだけど。なんか変な金髪になってる。変わってる。変わってる？しかもまだらで。いや、変わってるなら全然いいんだけど。まだらで、うん、ああ、まあそんなこと言おうか、そんなことするな。だからまだ、あと何分？結構もう経ったくない？いやー、よくそんなことが怖くないんだね、うん、私なんか恐ろしくて。全然なの。いや、あと5時間の意味がわからん。ブリーチなしで。いや、今ブリーチしてます。今ブリーチ中です。ドライヤー使ったら。いや、ドライヤーがね、全然効かねえんだよな。なんかすごい熱いのが出ないんだよね、ドライヤーが。ブリーチって20分くらい。え、もう20分経ったくない？20分経ったくね、普通に。いや、経っただろう。イケメン、マジで。こっち見んな、うるせえよおめえ。何がこっち見んなだよ。
いい感じじゃない。どうすかね、開けれるも口がキモい。うるせえよおめえ口ばっかりで、口はどうでもいいね今。 OK。 あー染まってる染まってる、めちゃめちゃ染まってる。あ、すげえすげえすげえ。はい、じゃあちょっと待ってよ、まあ、これどうやって髪の毛洗うのこれ、マジでどうやって髪の毛洗うんだよこれ。ちょっとごめんなさい、ちょっと半ズボンある、これじゃないこれじゃない、半ズボンある。あ、マジでちょっといいっすかね半ズボン。染まってる？あくびょうちょくで、ペペペペペペ、あーん。疲れる。何が疲れるよ。人生に疲れた。なんで人生に疲れる？でお父さんが関係ある。頭おかしくなってるのは知らんけども、よし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 、だいぶ良くなったぞ。これでいけるわ。
マジで。V字できた。シャンプーで洗ってよ。あ、いけるいける、これは完璧や。ほらほら、ほら、はい、行きましょう。あれ、べべべ、根元が黒い。あ、もう根元は知らん。水源していくわ。ドライヤーで、あ、ちょっと待って、よいしょよいしょよいしょ、行こう、いける、おい、あれ、ああ、よいしょよいしょよいしょ、あ、しくった、ズボンが濡れてるこれ。乾かした方がやばいね、マジで。じゃあ乾かします。よいしょ、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 自然乾燥できる。よいしょよいしょよいしょ、オッケー、オッケー、で、どうだどうだ、あ、すげえ色入った、マジ。ちょっと待って、ちょっと行け、そっちのが好き？いやいやいや、いやいやいや、村になる？マジ？村になったら最悪なんだが、村になったらやべえんだけど。あれ、マニパニどこ行ったっけ？あれ？あれ、マニパニどこやったっけ、マジで。あれ、マニパニどこやった、俺。あれ、マニパニがね、あれ、風呂場、もうさっき手に持ってたけど、どこやったっけ、俺。こんなとこあったわ。腹筋ちょっとよくわかんないです。お風呂は流せないよ。いや、これ使うから、最後風呂入らないといけない、泡風呂で。
マニパニっていうのは白髪金髪にいる。知らん。そうも知らん。よし。じゃあこれやります。ちょっと待って。あ、そうも知らないよ。うん、関係ないから。ブルーでも緑になるのがある。いやこれブルーになるんでしょ。あ、下に昆虫みたいな色になる。え、どういうこと、ね、昆虫って何の昆虫なの。いや、それ、いや綺麗に染まってもらわんと困るんだが。いや金分とか黒じゃね、全然黒じゃね、見せて、うん、この色じゃ意味ないんですよ、この色じゃ。うわ出たな、うぜえ出たなって。均等じゃないと。いや俺初めてやるんですよ、わかんない。綺麗に髪型誰目指してる。いや禁断ボーイズ。じゃあやるか。やりますね。うん、すごい怖いもんこれマジで。素手はやめとけよ。いや手袋必要ないでしょ。手袋必要ある。いや手袋とか、いやいいよ別に必要ねえよ。必要ねえよ手袋なんか。必要ね。どうやって開けんのこれ。マジで。どうやって開けんのこれ。爪がお前折れるんだけどこれ。これどうやって開けんのこれ。いやこれマジどうやって開けるのこれ。どうやって開けんのこれ。歯が、いや歯が弱いやつはどうすればいいよ。歯がめっちゃ弱いんだっつうのこれ。これどうやって開けるのこれマジで。鍵で開ける。お、あやべ鍵がおかしくなった。 OK。 タオル、いやタオルはもういらん。すげえなこれ。お、いいじゃんいいじゃん。どう？これ色入ってるこれ。
通算めんどくさくなってきたこれ。めんどくさくなってきたから、わけわからんくなってきた。これできてんのこれマジで。いやもう携帯が触れねえんだが、ちょっと親父ちょっと携帯取って、これはまずい、携帯触れんわこれ、この状態、この状態携帯触れねえよマジで。いや顔面に塗る意味がわからんけど、いや塗ってどうなるこれ。あお状況です、フレ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 、あー顔も染まる、やばいじゃんそれ、やべえやん。あじゃあ行こう、じゃあ行こう、フレ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 、あみなこちゃん直行です、フレ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 、あえ、これ取れないんですか、ガチ取れんやつ。いやマジでもう最悪なんだけど、マジで食事です、いやいや取れないんだよ、やりたくない、ちょっと待って、ちょっと待って、本当に待って、ちょっとマジで待って、やばい、ちょっと携帯が触れません、ちょっと親父ちょっと来て、ちょっと携帯持って行って、マジでちょっと本当に出れんし、なんならちょっと、ちょっとちょっと来いってマジで、来いってマジで、これまずいって、でご紹介返して、フレ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 、はぁちょっと待って、ちょどうしようこれ、ちょっと待ってよこれ、あやべえ、おっと、うわ、いやしかもクラクション連打しても出てこらんけど、いつもなら出てくるのに、ふざけんなよマジで。出てこいやマジ、ちょっと扉開けてほしいマジで、もう携帯どうでもいいや、もうこっちの携帯は、こっちの携帯別に汚れてもいいや、もう
と。あ、こっち、これ俺じゃなかった、これ前を友達に電話かけてたわ。何してよ俺連れに電話かけてた、間違えて。ちょっとちょっと下一回降りてきて、ちょ車開けて、切るなよ。なんで切るや、マジで。なんで切る、意味がわかんない。切るなっつうのマジで。ちょ扉開けて、ちょ携帯持って行って、マジ。アキラと近、アキラに近づくなって言われた。いやいや、だから今はいいから、今はいいから、そんなことどうでもいいから。お母さんに言って。そんな知らんし、そんなこと。今どうでもいい、近づくなとか。家に行ったらどっちにしろ一緒におるだろうが、意味がわかんねえよ普通に。お母さんに見つかったらとか意味がわかんないんだけど。お母さんに見つかったらって、お母さんに持って行ってもらって。いやだけどこっから出れねえんだってマジで。おかしいっしょ、ちょ頼むってマジで。近寄るなって言ったもん、アキラには。いや近寄る、いやいや、もう意味がわからんし。つく、いやこれ携帯触れんけどマジ。いやこんなん染まるのこれ。こっちの携帯はまあ汚れてもいいや。まあこっちだけはちょっとマジで汚したくない。ほんと携帯壊れた、これ配信できんくないしね、こっち。ちょほんと頼む、ほんと頼む。ちょっと携帯と、携帯だけ持って行って一回だけで、置いときゃいいから、部屋、あのそこ玄関のとこに。なあ、ちょら、そら、どう、いや、一回だけ、一回だけ、一回だけ頼むから、一回近づくなとか知らんから、メシになったらどうせ近づくじゃん。メシになったら目の前に俺はどっちにしろ。お母さんが近づくなって言われたのに。いや、違う、一回、その携帯持っていくだけでいいから、マジで。もう、なんだよ、こいつ、マジで。最悪だろ、マジ。何近づくなって。むくみがひどいな。うるせえわ。うるせえよ。あんま携帯が壊れるもん、こっちも。ちょ、待ってよ、マジで、これ。ちょい。あ、来たかよ。お前、ちょ、携帯持っていけ。いや、だけど、取ってくれない。そっちじゃねえわよ。あんたに近づくなって言われた。ちょ、取って。もう、一生近づくなって言われた。これも？いや、それいいわよ。どうするだ。いや、その持って行ってよじゃん。これついちゃうから。いや、ここ遠く外していいから、ここ。伏せとくよ。いや、伏せてもいいけどさ、パンツとかも出さんでよ。ああ、はっちゃう。手についとるがよ。ついとるってつけたんだよ、あんたが。おい、痛いわよ。やめろや、マジで。ちょっと。いいとこばっかり。俺があだこうでやると怒られるし、たく信じられんわ。たくもうお母さん泣いちゃうわ。もうどうにもならんわ、あいつ。携帯は？
あ、クラクションか。すいませんでした。いや、多分ね、クラクション。明日母の日、親孝行しますんで許してください。クラクションすいませんでした。さすがにクラクションはやりすぎました。それでの髪だけちょっと濡らしてもらう。すみませんでした。明日親孝行します。絶対に。お金は使わないよ。親孝行します。肩たたき券とかマッサージとか。なんで救急車なんだよ。意味が分かんない。あのクラクションはすいませんでした。クラクションは俺もか。謝るのもおかしいけどな。普通に黒髪してから謝らんといけんけどな。こんな状態ですいませんっつっても反省してないよな。早く大阪帰るよ。何でも言われないけん。すいませんでした。いや、さすがに寝てるってのはないと思うけどね。クラクションはもうしませんので、二度と。いや、なんかそうなんだ。確かにクラクションはダメだったわ。すいません。いや、本当すいませんし。ちょっと親父ちょっと言ってごらんと。これはちょっと、どうも、もうお母ちゃんに止められちゃう。もうあんたに近づくなって。あ、そっち。うん、悪いことばっかり続けん。俺が、自分かよ。それ、すいませんでした。すいませんでした。D がガチかわからん。あ、これ
や、これはね、でもゲイだね。いや、嘘です、ガチです。大丈夫ですか。いや、クラクションも、クラクションは本当にすいませんでした。本当にクラクションすいませんでした。何回言うねんって。何だってず、言わんと。だってお前だもん。誠意を見せろ。どんな誠意すればいいですかね。なんで坊主だよ、意味が分からん。坊主はちげえだろうが。今色変えて坊主って。ん？名跡に家あるよ。なんで逆に行かないの？すいませんでした。とりあえず、とりあえずちょっと今日は家に帰らないようにホテル泊まります。あ、でも金がねえからちょっと貸してもらわんといけんけど、5,000円。すいませんでした。いや、人すぎるって言われてもな。いや、人すぎるって言われてもどうすればいいかわからないしな。ひどいでしょ、自分やってる。だからそれは、だからすいませんでした、マジで。だってもう絶対やがる。たくせにも絶対嘘だ。ちょっとやりません。でも俺が挨拶するとなんかすごい笑顔で挨拶されるけど、それなんでなん？クラクションを3回押したことをすいませんでした。いや、3回ですけど。いや、5回じゃないし、それは違う、3回です。3回です。回数の問題だから。回数と長押しすぎる問題だから。関数の問題じゃないし、バカ。いや、関数の問題だから。めちゃめちゃ回数の問題でしかないから。いや、だから行くとこあるって。だからすいませんでした。謝罪クラクションしたことを謝罪します。もう二度としません。その代わり、
いや、そんな言われてもな。とりあえず今日はウィーラブで泊まりますね。お前よくそんな頭皮痛めつけてあげないな。いやもうハゲてもいいと思うんだけどね。別にスキンヘッドでもいいんですけどね。最悪。結局ホテルに自分は逃げてホテルに泊まってし。何逃げてって。現実から逃げてるでしょ。何現実から逃げてって。結局あんた金がないと親から金借りる。ホテルに行くのが現実から逃げるってどういうこと？いや違う、あなたがだって夜にうるさいからですよ、かなり。何がやかましいかです、夜に。夜中にやかましいからですよ。やかましすぎるんですよ、あなた。全く外で食べてないけどね。だってダイエットしてるから食べるもんもうないんですよ、外食で。まあ払ってないや。いや今のクラクションの話と全然違うんですけど。僕が悩まってるのはクラクションの話を謝ってるんだよ。いや、だから、ウィーラブ3位は、止まらない。いや、だから、そっちは、ウィーラブ3位は、だから別に止まらないって。ウィーラブ3位は、あんたにとっては、ビビたるもんかもしれないけど、母さんにとっては、分かったけん。それで、ウィーラブ3位が何？それで止まりませんけど。で、なんすか？お前、親に払ってもらってるの、携帯。いや、払ってもらってねえけど。何払ってもらってみたいなこと言ってけど、いやな、どういう勘違いなの？え？いや、それはだって親父があれしたからね。それ親父があんなことしたからね。それ自分に言ったわけじゃないじゃん。お父さんに払う力がないでしょ。ってことはお母さんに払えってことでしょ。うん、だから俺は払うしかないでしょ。1ヶ月分はとりあえず。だからかな会話が変わってきてるんだけど。マジで。いや、なんか、俺、クラクション甘い人に、ちょっと、また金の話ですか？また金の話ってね、結局親に払わせるでしょ、アパートの家賃で。いや、払わせなんけど、別に。いや、だって払う、どうやって払うの？だって自分が契約してないから、自分のところにお金来ないじゃん。だから払えばいいじゃないですか。うん、で、それな、ね、今関係あるそれ。じゃあお疲れでした。またファミマウントかよ。得意の。クラクションと関係ねえやんけ、マジで。だけん、近所は分かったから。近所は分かって出ないですよ。近所で何？だからクラクション、だからクラクションでしょ？じゃあ俺は近所今から全員に謝ってくればいいってことね。じゃあ謝ってくるわ、今から。手ぶらで行けるわけないっしょ。いや、なんならこの格好で行くけど。手ぶらで行ったら余計にもう余計にもらったね。
やばい、やばい、まずい。やばい、ちょっと見られた女の人に。あ、やばいやばいやばい。いや、これでいった。どうしようかな。どうしよう。一回着替えてから行った方がいいか。スーツ着て。何件回らんといけん。え、1件、2件、3件、4件、5件、6件、6件回らんといけん。近所にクラクションの謝罪行く。いや、知らんけど、なんか謝罪しれとか言ってるからさ、なんか。言ってない？いかんでいいならいいけど。いかんでいいっすかね。いや、これももうちょっと待たないといけないんで。なんでサムネ詐欺サムネ詐欺は使ってないことを言うんですけど。これどうしようかな。いかんでいい。あ、じゃあこれせーフェ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 。はーん。近所に山行く勇気なんか最初からないですけど。いや、俺全然マジで全然普通に弾けるけど、全然いけますけど。行くな、行かんほうがいい。一服はしていいだろ別に。なら行けよ。うん、行くわ。とりあえずスーツ着ていくわ。着替えて。さすがにこれじゃまずいでしょ。やべ、謝りに来るなって思われるでしょ、これ。逆に。それでいいわ。いや、これはさすがまずいだろ、アホか。マジで。菓子折り？いや、菓子折りは別に必要ないやろ。まあ、自分の気持ちはまっさまるよ。マジで。でも行きますよ、これで。謝りに。いや、そのまま行くってのは、もう ふざけまくってるじゃん。うん。それで行けよ。いや、無理だろ、お前、これで行くのは。誠意を示すなら早いうちに行かんと。いや、そんなことないからね。いや、そんなことないけどね。それは別になんか早く行かんと、なんかどうのこうのってなるだけじゃん。常識あります？どうせ行かないんだろう。いや、お前が行けや、じゃあ。じゃ、なら、お前が。それで行かないと意味ない？あー。そう来る？ちょ、そりゃ、これで行ったらおかしいやろ、お前、これで。あー、どうもすいませんでした。クラクションしてました。とか。いや、これが一番ふざけてるだろ、お前、こんなの出てきたら。普通に考えて。いや、警察呼ばれるだろうな、もう。松本君何してるのってまた言われるやん、警察に。普通だから早い行け。普通じゃねえわよ。お前の普通は普通じゃねえわよ。俺の普通も普通じゃねえけど、それお前の普通も普通じゃねえわよ、お前。意味わからん。